21ヶ月目のイデコの運用状況を公開しますの巻。はい、今月は株価の回復と円安の影響で含み益が嬉しいことになっています。円に直すとおそらくプラスになっている人多いかと思います。ただドルのままだと今年の初めまではまだ回復はしていません。今株価が少し回復しているのは9月のアメリカの利上げを最後に利上げのペースが今よりも下がってくるんじゃないかと言われているからです。ですのでもし9月以降の利上げも今までと同じペースだったら株価が下がるかもしれませんね。今月はそんな感じでした。それではイデコの運用状況を見ていきたいと思います。前月までの運用実績がこちら。資産残高が499,003円、損益がプラス39,003円でした。ここに23,000円を追加した今月の運用実績がこちらです。資産残高が543,755円、損益がプラス67,555円でした。損益大幅に増えましたね。そうなんです。大幅に増えました。やはり株価がね、少し回復したのが効いてますね。先ほども言ったんですけど、今後の利上げのペースによっては、また株価が大幅に下がることもあると思います。ですので、正直株価を常に見ているっていうのは疲れるんですよね。ということから、長期的に伸びていくと思われる全世界やアメリカに連動するインデックスファンドを淡々と積み立てしていくのがいいかと思います。それに、イデコはどうせ60歳までは取り出すことができませんので、上がっても下がっても放置しておくことしかできません。ちなみに僕はこちらの全世界に連動したインデックスファンドを購入しています。イデコは60歳までは取り出せないというデメリットがあるんですけど、逆に言えば老後までは変に使うっていうことが仕組み的にできませんので、老後のお金を貯めるにはすごくいい制度かと思います。あと、これはイデコの最大のメリットなんですけど、掛け金が全額控除されます。これはすごいですよね。投資して支払う税金が減るんだったら、こんなにね、嬉しいことはないですよね。毎年支払う所得税があって、60歳までは働く予定の人は、イデコを考えてみてもいいかもしれません。もしよかったら、今回の動画参考にしてみてください。株価の上がり下がりに一喜一憂せずに、今後も淡々と積み立てていきましょう。はい、やっていきましょう。はい、というわけで、浜ゆっこと、ひでゆきがお送りしました。ためになった、楽しかったという人は、高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録すると、お得情報をいち早く知ることができますよ。またねー、バイバーイ。バイバーイ。